7月11日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。参議院選挙が終わりました。各紙届いてますが、自民大勝、改選過半数という文字が踊っているということで、まあ、自公で改選の過半数には行きましたし、改憲勢力3分の2も行ったというようなこと。まあね、昨日の選挙特番、私と新アナウンサー、11時半過ぎまでは、はい、ずっとここにいましたんで。そうですね。そこからすると6時間半ぶりぐらいか。はい。戻ってきました、このスタジオに。いう感じでありますが、その、まあ、選挙特番の前に、じゃあ我々はいつこのスタジオにいたのかというと、金曜日の朝の6時から8時の OK コージーアップの以来ということになりますが、まさにあの時はですね、もう今日と同じ明日が再びやってくるんだと、まあそういうなんか暗黙の了解というかですね、いう中で放送していたわけでありますが、まあ本当にこの週末で何か日本のね、いろんな風景が変わってしまったのかなという感じがあった。我々が放送を終えたのが8時、そこから3時間半後、およそ3時間半後ですが、11時30分に、頃にですね、安倍元総理大臣が、奈良で、銃撃をされたと、まあこれはもう暗殺をされたということでありました。戦後のこの世の中でこういったことが起こるのかと、本当に私もですね、驚いた次第でありますが、ね、新庄さんもスタジオ、会社の中で、日報から、はい、実はまあ、放送としてはですね、もう速報を随時お伝えしながらですね、日本放送もやっていたわけですが、まあ、新庄さんもずっと報道で情報整理して、で、それを、こう、ホワイトボードに書いたりなんかしながらね、結局夜8時ぐらいまでずっとやったもんね。そうですね。ただ、その、なんでしょう。気持ちに体がついてこないというか、違いますね。体に気持ちがついてこなかったですね。やらなきゃいけないことが、分かってるんですけど、体は何とかして動かして、その入ってくる速報を整理してっていうことをしてるんですけれど、そこに気持ちが本当についてこなくて、なんか現実をこうどう消化する、理解していいのかっていうのがね、はい、やっぱりこう人間っていうのはコミュニケーションの生き物なんだなっていう時に、その時にすごくこう思い知ったというか、私はちょっと取材だとか、まあ、家庭の事情等々もあって、現場でっていうわけにいかなかったんですが、やっぱりいろんな人からこう電話がかかってきたりなんかして、こう話すというようなことの中でですね、一体これはどういうことがこの先起こっていくんだろうねというようなね、話をしたりとか、まあ、選挙に対してどういうこう影響があるんだろうかとか、いうことをね、すごくこう思った次第であります。まあ、そして、まあ、その中で思っていたのは、まあ、こうして、演説の最中に起こるということは、この日本のですね、言論の自由に対する重大な挑戦だということはいろんな人たちが言ってますけれども、確かにその銃弾によって口を塞ぐということは全くあってはならないことであるし、これに対して民主主義としてどういう異議申し立てができるのかというと、やはり投票に一人一人が行くことによることだろうということを痛切に思ったところであります。で、昨日のこの参議院選挙、まあ今のところでありますけれども、投票率が、まあ、午前2時前後の、まあ、各、報道機関の推定の値なんですが、52% 余りだという、ことが出ています。まあ、社によってバラバラです。共同通信 52.01 かな。で、時事は 52.05 で売ってますけれども、まあ、数字はバラバラですけれども、ただ、一つ言えるのは、前回の、
3年前の参議院選挙と比べると 3% ほどは、今の時点でもすでに、あ、4% か、前回3年前は48% だったんで、今回 52.、まあ、共同通信の4時現在は 52.05% ということになってますが、まあ、こういった数字が出てきているということは一つ日本のこの民主主義ということ、あるいはそのね、いろんなことを考えながら投票に行ってくださった方が多かったのかなということも思うところです。まあ、特に昨日は本当にいい天気 でしかも一頃に比べるとそんなに気温も高いわけではなくて、もちろん30度超えたので気温は高いんですが、まあ湿度もそんなに高くなくてですね、なんというか行楽日和だよなとい いいお天気だなというところだったんで、これいいお天気になると今までだとあんまり投票率上がんないっていうのがね、あった。曇り空ぐらいの方がみんながこう出かけなくって、行楽に行かなくって、その分投票率が上がるんだというような話があったんですが、今回この一票というものの重みというものをですね、もし感じて、くださる方が一人でも多くいたとすれば、それは何よりも選挙を大事にしたという、まあ、いろんなエピソードが出てきてますけれども、あの選挙区のあそこのところはあんた弱いよねみたいなことを言われた政治家がたくさんいたとか、まあ、選挙については本当に大事に思っていた安倍晋三という、内閣総理大臣の、まあ、気持ちの一つを、ね、受け継ぐことができたのかなというふうにも思う次第であります。まあ安倍さんについていろんな起用方変もあるし、いろんな業績もあるしというところはですね、これからコメンテーターの方々に様々話していただこうともいうふうに思っているところであります。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この番組はリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでね、番組にご参加ください。新業アナウンサーの体に心がついていかないっていうね、そうですね、わかりますっていう方は結構たくさんいらっしゃいましたね。はい。さて今日のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さん。昨日の参院選の開票特番から続いてという形になります。7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでは、参院選比例代表で当選された自由民主党青山茂治さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。取り上げるニュースですけれども、まあ、参院選のね、分析を宮崎さんにじっくりしていただきつつ、7時半ごろのキーワードのコーナーでは米中首脳会談、オンラインでということが言われておりますけれども、これが、まあ、数週間中にと行われるのではないかということをアメリカのブリンケン国務長官が、訪問先のタイ・バンコクでの会見の中で明らかにしております。そして、7時40分過ぎスクープアップのゾーンですけれども、安倍元総理の暗殺ということを受けまして、第二次安倍政権でどういったことが議論そして行われていたのかと、内閣官房副長官補で国家安全保障局次長も務められました安保政策外交政策を立案そして推し進めてきた金原信勝さん、今は同志社大学特別客員教授ですが、金原さんにお話を伺っていこうと思っております。メールツイッターこちらです。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンド&クリーナーをプレゼントします。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。昨日の参院選の、まあ、結果を受けてという紙面構成で、まあ、いつもとは違ってですね、お届けがちょっと遅かったりであるとか、あるいは参院選のお話が中心になってますんで、いつもよりもちょっと今日薄いなという感じになってるという形ですが、まあ、各紙見出しは自民党の勝利というところで、朝日新聞自民改選会派
半数、読売新聞自民対象改選過半数、毎日新聞も自公対象改選過半数、産経改憲勢力3分の2大幅超、東京新聞自民対象改選過半数、そして、自民対象与党改選過半数日経新聞というふうになっております。で、一方でスポーツ新聞各紙もスタジオには届くんですけれども、スポーツ新聞は、亡くなった安倍元総理に絡めてというような形の紙面構成になるところが、多いですね。スポーツ報知は安倍元総理に伝えたい勝ちましたという、この暗殺の事件がまさに起こった奈良で、応援演説ですから隣で立っていらっしゃった、佐藤啓氏再選というのが一面トップであるとか、あるいは、サンスバ三原淳子さんを取って天国の安倍元首相に恩返し、スポニチは岸田さんとそして、高市さんの、ね、写真を大きく取り上げながら安倍元首相の意思会見継ぐ岸田自民笑顔なき勝利というふうになっております。まあ、この辺がね、ちょっとスポーツ新聞と、一般紙では趣異なるということでありますが、この OK 工事アップでは去年の6月に安倍元総理、当時は安倍前総理でありました、インタビューをさせていただいて、その模様を5日間にわたってお送りしておりました。その時のですね、模様を少しですがお聞きいただこうと思います。去年の10月31日に行われた衆議院選挙の前、まあ、去年の6月というと、まあ、いつ解散があってもおかしくないという中で、聞いているという形であります。ではお聞きいただきます。衆院選も近いということになってます。これ安倍さん待望論も出てますけれども、その辺というのはどうなんですか？もちろん衆議院選挙ですね、はい、菅総理を中心による戦いのがなければいけません。もちろんそう簡単なことではないと思います。やっぱり4年間長かったですから、はい、現在のこの、コロナ禍の状況の中でですね、いろんな、困難不安や不満を持っておられる方もたくさんいらっしゃると思います。当然すると政権与党というのは向き合わなければいけない、なら厳しい選挙になっていくと思いますが、やはりこの政局を安定させていくことこそがですね、はい、この政策を遂行していく、このコロナ禍を克服をし、日本が V 字回復をし、アフターコロナの新しいあるべき姿が作られていく上においてもですね、選挙は何としてもですね、勝ち抜かなければいけないと思ってます。いろんな議連が立ち上がってます。安倍さん、いろんなところで最高顧問であるとかされていらっしゃると、まあ、このアフターコロナを睨んで政策もきちっとというところもあると思いますが、いろんなところで名前が出てくるっていうと存在感が出てくるようなこともあるんですが、まあ、そういう年齢に達したのかなと思ってるんですが、そういうことですか。で、まあ、いろんなことでですね、はい、理念を作りですね、政策を推進をしていくテコにしようという皆さんについてです、はい、対してですね、お手伝いが少しでもできればなと思ってます。うん、コロナが終わったらトランプさんとゴルフしますか？トランプ大統領、元大統領もですね、大変お元気なようですから、またそういう機会があればいいかもしれませんね。はい、お聞きいただきました。まあ、非常にね、気さくに突拍子もない質問にもね、答えてくださるしという方でもありました。まあ、このね、模様は放送だけでなくて、ポッドキャストや YouTube などインターネットでもね、聞くことができるというところなんですが、まあ、こういったことがあった後で、聞き直してくださった方もね、たくさんメールやツイッターもいただいておりました。調布市ラジオネーム JJ さん、50歳の男性の方、このポッドキャストで再び聞き直しました。リラックスした雰囲気の中でお二人の真剣なやり取りが記録されていましたね。また人間としての安倍、元首相を垣間見ることができる中身の濃いインタビューだったんじゃないかと思います。ありがとうございます。安倍元首相は広域的な視野と長期的な展開の中で日本の国益とともに日本の役割も重視し、積極的に世界に関わり、世界の繁栄と安定を目指した世界的リーダーの一人だったと思います。そのようなリーダーが亡くなってしまい本当に残念です。安倍元首相のご逝去の方に接し、心から哀悼の意を捧げますというふうにいただきました。またオーストラリアでの反応について、かっちゃんさんメールくださりました。ありがとうございます。当地ではオーストラリア
やアルバジニージー現首相をはじめ前の首相スコット・モリソン氏などあるいは各州の州長官、みんな哀悼の意を表しておりまして、私の住んでいるメルボルンをはじめ主要都市ではこの週末安倍氏を偲んでランドマークを日照旗を模して赤と白にライトアップしていますと、いうことで、自由で開かれたインド太平洋構想、日本とオーストラリアの関係の二国間、類を見ないほど親密に深まったこと、功績は大きかったと改めて思うとともに、日本と世界にとってまだまだ必要な人物が失われたことに怒りと憤りを覚えていますといただいております。このね、業績の部分について、後ほど、宮崎哲也さんとも含めてまいりますし、また、おはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎでありますが、比例代表で、2選を決めた青山茂春さん、あるいは、安倍政権、第二次安倍政権では内閣官房副長官補、国家安全保障局次長も務められた金原信勝さんとともに、また深めていきたいと思っております。まずは本当に、謹んで、哀悼の意図、そして、御霊の安からんことを祈るというところであります。神でご冥福をお祈りいたします。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。6時間ぐらい前にはそう7時間前には普通に喋っていたということなんで、はい、ということなんですけどね。お疲れ様でございます。参議院選挙ね、開票速報の特番にも、もうほぼ一部全編ご登場いただいたと、ね、まあ強制的に居直ったというか、いやで、今もね票が空いてる最中で、ま、特にねあと1票ですか。そうですね、まだあと一枠二枠は比例代表の確定していないところがあるわけですけれども、まあ体制としてはすでに判明していると、各市自民改選過半数というものを掲げております。猪瀬さん入ったね。そうですね。そう、維新のね、日本維新の会から比例代表で出てます。そうそう、みんなであんまり注目されてないけど、猪瀬さん入ったと思った。維新はね、本当多士済々というような顔ぶれの中で、中条清さんも、受かったということでもありますし、先ほどね速報が入ってきてましたけれども、比例野党第一党は維新だと、いうことが出てきております。はい。この辺も維新は改選議席倍増であるというようなことも出ておりますけれどもね。ただ全体としてね、はい、やっぱりこうだ野党第一党、比例は第一党だったけれども、全体として第一党になれなかったというのは、はい、維新としては残念な結果なのかもしれないですね。この公示される直前あるいはその直後の風が吹いてるぞっていうような雰囲気からするとどうだったんだというね、その辺昨日の、ね、特番の中でも皆さん分析されたそうですが、倍増とまだいかないけど令和も倍増に近い形になってるからね、全体のあるとしては議員数としては5、そうですね、そう3人だったのが5人になった、5人になったと、はい、ということになるとそうですよね。政党要件は当然ながら満たすと、そして参政党も1議席を取ったということと、あと全体では投票率は 2% いくということがすでに報じられてますんで、こちらも公選法上の政党要件も満たして、でもなんだかんだ言ってさ、はい、自民自公、自公圧勝というこれが最大の今回の、はい、一言で言ってしまうとそういうことになるということで、2ヶ月前に、この番組で、はい、自公圧勝、多分自民党あの時ね、私は64議席取れるってことかって言ったような気がするんだけど、はい、63議席で多分終わると思うけれど、大体当たったということですね。一人区もかなりの数を取ったわけですし、そうなると、じゃあ次は、会見であるとか、あるいは何をするんだと。今日のね、各市の政治部長の論文が出てますけれども、やっぱりこれから先何をするんだってところを書くところが多いですね。でもね、と同時に、なんでこれさ、自民党、
公明党、まあ、特に自民党が勝てたのかっていうことの分析ってさ、はい、まあ、テレビちらちら見てたけどさ、うんうん、まあ、いい加減極まりない。いい加減極まりない。なるほど。何度も言ってるように、うん、あの、外交政策以外は、はい、何もやろう、あの、はっきりと今やるっていうことを提示しなかったことが自民党の勝利ですよ。というのはなぜかというと、不安定化していたらさ、はい、新たなことをやるっていうのは、まあ、あんまりこう、上策じゃないんだ。そうするとさ、あの、何もやりそうにない自民党が結果として消極的に選ばれたと。消極的に選ばれた。そう。この後ニュース7時またぎのゾーンでもこの参院選について分析をしてまいります。宮崎さんには今日8時までお付き合いいただきます、はい、よろしくお願いします。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。第26回参議院選挙、自民党が単独で改選議席過半数を獲得。第26回参議院選挙は昨日投開票が行われ、自民党は選挙区で45議席、比例代表18議席、合わせて63議席を獲得することが確実となりました。野党第一党の立憲民主党は改選前の23議席を下回って20議席を割り込んでおります。ほぼ結果が出てきたというところでありますが、ではまずですね、昨日日本数でお送りしました開票速報特別番組の中から、いわゆる改憲勢力が憲法改正発議に必要な3分の2を超えたことについて、自由民主党岸田文雄総裁の発言であります。この改憲するかしないかが問題ではなくして、うん、はい、どう改憲するかが問題なわけですから、具体的な中身において3分の2を結集できるような、うん、この取り組みを進めていかなければならないと思っています。ぜひ、次の国会においてもより一層活発な議論を進めていくことが結果につながると思っています。続いて改選23議席を下回って20を割る結果となりました立憲民主党泉健太代表のコメントです。今の自民党の政治に対して不満はあれども、それ以外に政権を任せられるだけの勢力というふうに国民の皆様から認知をされる勢力に我々立憲民主党も含めてなり得なかったということ、ここは痛感をしております。野党の力不足、これは率直に受け止めながら立憲民主党として政権交代を目指す、政権を運営できるもう一つの勢力づくり、ここに力を注いでまいりたいと思っております。そしてですね、全都道府県の選挙管理委員会の参議院の参院選の選挙区の確定投票率が、先ほど6時半までに出揃いまして、うん、共同通信社の集計によりますと全国の投票率は 52.05% でありました。2回連続の 50% 割れは回避しましたが、過去4番目の低さだったということであります。まあ、前回は 48% というところです。ただ私ね、はい、昨日有国にね、うんうん、はい、投票に行ったんですよ、はい、それで杉並区の投票所に行ったんだけど、うん、こんなに人がいるの見たことないというくらい、大体私同じ時間帯に行くんですけど、はい、こんなに政治に強い関心を持っていらっしゃる方々がいるんだというくらいに、はい、驚くくらいに今までにない感じで、いっぱいいらっしゃいましたね。そうですよね。私も特番の直前に行ってきたんですけど、まさに夕方ぐらいに、結構人がいるなっていうのと、お子さん連れ、そうだからさ、結構ね、若いご夫婦だとか多いんですよね。そう、どちらかというと、高齢の方が行っていらっしゃる、うん、ということがイメージとしてあったんだけど、ね、はい、若い人が多かったんだよね。で、ね、今回期日前の投票が、まあ、1900万人余りだということが言われました。この投票率から考えると、だいたい5000万人今日が投票したというふうに思われる、そのうちの1900万人、うん、およそ2000万人は期日前でやったと、うん、いうことを考えると、まあね、全体の4割ぐらいは期日前だということになりますね、うん、ということですね、うん、まあ、私はこれそれを踏まえて少し選挙制度をさ、はい、変えるっていうのも、
あの考えの中に入れてもいいと思うけどね。まあこの現行の選挙制度というものも1990年代のいわゆる政治改革という中でいろんなことが決まってきたわけですけれどもね。だからもっと長期にわたるこう、はい、選挙あの投票期間というのを設定してもいいような気もしますけど、今一足飛びにね、うん、ネット投票とかっていうのはいろんなこう準備が必要なんで、はい、なかなか難しいかもしれないけれども、もっとこう投票時間を長くするとかっていうようなことはやってもいいし、うん、コンビニエンスストアとかね、はい、そういうところで投票できるとかっていうような手軽さというのも必要かなっていう気はするけどね。そうすると投票率上がっていくかもしれないと。はい、まあ、期日前にしろ、あるいはね、当日の投票にしろ、やっぱりこう、近くの小学校に行ったりだとか、決められたところに行きますよっていう形だと、まあ、ライフサイクルの中で、いや、それだと時間取れないんだよねっていう人がいたりもする。そうそうそう。じゃあ、あのきめ細かいこう配置があって、はい、っていうとコンビニエンスストアがやっぱりいいかなと、まあ郵便局かコンビニエンスストアかっていうような感じか。まあもうすでに、まあ、社会インフラと言ってもいいぐらいの、ね、そうそうそう存在になっているだけにと。まあそういうことも、はい、まあそう、あの簡単に今こっちで言って言ってるけれど、はい、あの実際やるとなるとなんか問題がいろんなあるのかもしれないけどさ、まあ検討はしてもいいんじゃないかという気がしますけどね。まあ、今回のね、参院選も選挙方法など見るといろんな、主張がありましたし、まあ、そのあたりというのがね、どういうこう作用したかというところもありますが、まあ、この新聞のね、今日の一面の紙面を見ると、会見についてというのが大きく取り上げられておりますけれども、はい、宮崎さん、どういうところ注目されました?それ一つは、これはやっぱり投票率に一番で、現れたと思うんだけど、うん、安倍氏の、こう、襲撃されて、はい、まあ、暗殺されたという、うん、そういう、こう、影響というのはどのように出てくるかっていうのが、はい、一つは注目点だったと思いますね。つまり、私が想定していなかったことだったので、はい、もちろん想定なんかできっこないわけですけれども。ねうん、事前にというところですね。そうそう、事前には。はい、だから、で、予想通り投票率は上がって、これはやっぱり安倍氏の、うん、こう亡くなったっていうことが影響を与えたと思うんですよね。やっぱりちゃんと投票に行かなきゃいけないぞと。そうで、しかも毎日こう投票前の2日間が、はい、ほとんどこう政治の、うん、こう話で決められたじゃないですか、はい、そうするとねやっぱりこうイヤホーテレビなんかがね、うんうん、そうするとイヤホーなくこう政治的な関心というのが高まっていくということはあったと思いますね。ただその割には、はい、もっと自民党、自民党というか与党が実利的勝利をするかと思ったら、うん、まあ大体予想の範囲内で収まったということで、その結果については、まあ、若干意外感があったかなっていう感じ。うんまあでももう十分な勝利だとは思うけどね。まあ昨日行われました第26回参議院議員選挙。まあその投開票が行われまして、ほぼほぼ結果が出てきたというところのお話の続きであります。まあ、自民改選過半数というような見出しが各紙に載っておりますが、一方で、この比例代表がね、空いてきておりまして、まあその辺で、どうなっていくか、特に存続の危機というのが言われた社民党も、はい、福島みずほさんが、1議席獲得とこういう形になりました。うん、まあ今後ね、2% の得票率に行くかどうかによって、公選法上の政党要件がどうなるというような話になっています。そうですね。まあまあ、政党公、助成金というものがあって、はい、それの交付対象っていうのはどういう団体、政治団体かというと国会議員5人以上を有する政治団体、うんはい、およびまあ簡単に言うと得票率が、うん、前回もしくは前々回の、はい、前回の衆院選挙もしくは前々回の参院選挙で、うんはい得票率が 2% 以上の政治団体と
そこが、あの、公選法上と、その政党助成金を得られるかどうかっていうところで、若干の違いがあるんですね。違いがあるんですね。この政党交付金の方は、前回、つまり今回、この参院選か、その前の、3年前の参院選か、うん、そう。そして直近の衆院選、この3つの中で、どっかで 2% をクリアしてればと。そう。で、社民党の場合は、2019年の参院選は 2% ギリギリクリアしてるんで、うん、こう政党助成金は取れるだろうと、うん、ただ公選法上の部分というのはこの参院選かその前の衆院選かで 2% なんでここがどうかという、ね、ということになりますね、うん、まあ、このだから政党交付金に関してっていうのはこう取れるかもしれないとはなってますけれども、ここの部分というのもこれ複雑ですよね、だいぶね、うん、あの私はやっぱ一番衝撃的だったのはこれはね、はい、やっぱりあのNHK 党の立花氏というのは、はい、コロンブスの卵みたいなことを、こう、いや、あの、実行なさる方だなと思ったんですけど、はい、とにかく彼はね、あの、こう、議席を取れるかどうかということが問題ではなくて、あの、当選するかどうかとかっていうのことじゃなくて、はい、うん、あの、得票を得ることが、目的であって、その目的の心は金儲けだっていうふうに公言してるんですよ。で、だから、あの、1票で約250円。はい、選挙区と比例区の2票で約500円の政党助成金が NHK 党に交付されますと。はい。いうふうにね、で、これ、ちゃんとこう、あの、公言してるんで、うん、もう、あの、それで、それを承知で入れる人がいるっていうことを考えると、はい、あのすごいなと、まあある種のすごいビジネスモデルだというふうに思うんですよね。それで結果としてあの NHK 党の前の NHK 受信料を支払わない国民を守る党というのは2億1100万円の交付金を、はい、助成金を交付されてるわけですね、ちなみに自由民主党がいくら交付されてるかというと、はい、160億3600万円。ああ、これは議員の数で、ね。そう。立憲民主党が67億8600万円。はい。日本維新の会が30億2700万円と。まあ、全部言ってもしょうが、あれなんだけれども、それ以下そのような形で続いていくと。ね、共産党だけがこれをもらっていないというか、そう、あの、共産党は、はい、あの、交付金制度に反対なので、受給申請しないという立場を貫いていらっしゃいます。はい、でね、まあ、その、ちょっとこう私は前々から、別に NHK 党がうんぬんじゃなくて、はい、前々からこの政党助成金、政党交付金というものの制度っていうのは、ちょっと見直した方がいいんじゃないかっていうふうな感じを持ってるんですよ。はい。だからこれは見直す機会ではあるとは思うんだけれども、政治家の先生たちが自らのことを、自らについて、それこそ身を切る改革だよね。はい。身を切る改革を、だってこの交付金制度に手をつけようというのは、身を切る改革を、あの、あれしている、あの、旗印にして維新ですらやらないからね。そうですね。これね、もともとは、その、特定の団体からの献金だったりとかによって、政策が歪められちゃいけないだろうっていうのが、90年代の政治改革の。そう、だから政治資金規正法と、はい、政党、党助成金制度っていうのは、政党交付金、はい、交付金制度っていうのは、車の両輪だったわけ。はい、でも私の見るところさ、どっちもさ、うまくいってないと。うん、これはね、政党 の資金をめぐる、はい、あの法律というのは、もう一度全般的に見直さないとダメだと。いうふうに。まあ、もともとこれはね、小沢一郎さんが作った制度だからね。そうですよね。本当、ここの論点を今の国会でできるのかっていうのは、先ほど指摘された、自らが自らの身を切れるのかという話になりますね。いや、私は難しいと思います。まあ、言っていてなんだけど、難しいと思います。でも重要な論点ではあるというところですね。はい、ニュース、七時またぎ、昨日の参院選についてでありました。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。自由民主党青山繁晴さんに聞く第26回参議院議員選挙。第26回参議院議員選挙は昨日投開票が行われ、自民公明の与党が73議席を獲得、改選過半数の63議席を大きく上回りました。
自民党比例代表で青山茂春さん当選をされました。今回の参院選についても伺ってまいります。各紙一面の見出しは自民大勝、自民党改選過半数と、まさにこの63議席とこういうところに達したと、各ね、報道機関は出しております、うん。まあ、というところでですね、まあ、今後どうなっていくのかというあたりも含めて、聞いていきたいと思います。すでに電話がつながっています。青山さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだ声が、はい、こっちに戻ってないんで申し訳ないです。いえ、お疲れ様でございます。、はい、まずは今回の18日間の選挙戦であります、どういった選挙戦でありましたでしょうか。まず初日から前半はですね、はい、とても人の集まりが少ない時もあって、うん、まあ、正直6月22日の公示になるまで事前運動は一切しないと、はい、ということを貫きましたので、前半こうであろうと思っていたんですが、うん、で後半戦はとてもたくさん人が集まっていただくようになって、はい、伝わる人にはちゃんと伝わったんですが、私自身でいうと前回より票を大きく減らしていますので、はい、自由民主党の中から変えるとうん、いう訴えが十分に主権者国民の方々にまだ浸透してないということを今痛感しております。まあ、やっぱりこの全国の皆さんに声を届けるっていうのはなかなか難しい部分がありますか。そうですね、一つにはこの元の全国区が比例代表という、はい、よく分かんない名前に変わって、うんうん、個人名でもいい政党名でもいいという奇妙な制度になっているので、これを変えないできた私たちの責任が自らに降りかかっていることは言えると思います。つまりただ私ね、はい、青山さんが京都で、はいはい、選挙カーの上から演説されてたの見たんだけど、はい、結構いっぱい人が熱心に聞いていらしたように見えたんですけどね、はい、どうですか、手応えは。やっぱり前回ほどではなかった。いや、後半のさらに終わりの方は前回よりも凄まじい反応でしたね。うん、そうでしょうね。ただ宮崎さん、その青山茂春に入れたつもりで、自民党と書いて、はい、それで名簿に僕は最初の方に出てますから、昔の高速式名簿と勘違いなさって、ああ、なるほど。という方がね、今もいらっしゃるんですよ。それで、懸命に途中訴えたんですが、うんうんうん、私たち議員の側の大きな責任として、はい、この問題点指摘してるのが、実は私一人で、一部の人にしか届いてないんで、はい、そういうこともあるかもしれないです。なるほど。はい、今だと衆議院の比例代表の場合は、高速名簿方式で、はい、まあ、各党が名簿の順番というのを決めて、その順番の1位から順に当選をしていくという方式ですが、はいはい、この参議院選挙の場合は、ね、議席はこの党の名前を書いた人と各候補者の名前を書いた人の合算の部分で議席の数を決めて、そこから先の当選順位は個人名をの得票の高い順で決めていくと。そうです、はい、だこれね、説明するんでも今これだけ時間かかったというこの分かりづらさですよね。うん、今飯田さんは見事にね、これでも短時間で説明なさったと思いますよ。はい、要は去年の10月に衆議院選挙やって、はい、その時の名簿と、うん、今度の参議院の名簿が意味が違うっていうのは、はい、それは普通この忙しい生活と仕事なさってる主権者にお分かりに、なっていただくのは絶対無理ですよね。うん、で青山さんのおっしゃった比例名簿の1位というか、自由民主党の名簿の中ではあいうえお順で書くから青山さんが一番上にあると、はい、そうすると1位ではないですか、ね、1位ではないわけですよね。ただ一番最初にあると、はい、ただこれを見ると、あ、自民党って書けば青山さんの票になるんだなとみんな思っちゃうというところですね。はい、はい、その問題が解決しきれなかったんですが、はい、でもやっぱり根本的には私の
中民主党を中から変えるという主張が十分に浸透してないと受け止めています。はい、自民党はね、これからね、これはもうすでに岸田さんもおっしゃってるように、憲法改正に向けて行くわけですよ。はい、で憲法、少なくとも憲法改正発議を目指すというふうにな、で、これについて、いろいろこう、自民党に対しても、はい、こう、思うところがあると、青山さん自身は思うんだけれども、どういうふうにお考えですか？はい、まず、岸田総理のもとだと、改憲の可能性は前よりずっとあると思います。そうです。私もそう思います。はい。論争を招くタイプの人よりも、うん、論争を招かない人の方が実はやりやすいというのがありますよね。うん、はい。で、その上でですね、一番大事なのはやっぱり、9条の問題であって、うん、で私がまだ当選10ヶ月の時に、私の提案した案が通って、自衛の措置を取ることができるというのを付け加えることになりました。うん、でそれがおそらくは公明党などとの調整も得ながら、自衛の措置を取る自衛隊を明記というようになったんですが、はい、このように分かりにくくしていくのは僕は反対です。うん、でただ、現実にテーブルに乗ってくることはほぼ間違いないと思います。大体、改憲発議に必要な勢力も確保しましたからね。うん、これやらないで済ますというわけにいかないです。9条改正も岸田さんはなさると思いますか？はい、いやそれは例によってしっかり検討なさって、はい、まずはその4項目のうち、はい、その3分の2の発議に必要な数を集められるのから手をつけられると思うんですが、ただ今言いました私の案が通ってからもう5年ぐらい経ったわけですから、 そうですね、うん、その間ある程度公明党とのすり合わせはしてますので、うーん、岸田さんの決意とやっぱ国民の声ですね、だから党内の私たちの声、うん、本当の憲法改正を求める側の声が高まれば、はい、救助に踏み込む可能性はあると思います。うーん、昨日辛坊治郎氏は、はい、公明党が連立でいる限りは救助改正は無理だというふうに断言されてましたが、その断言は明らかに言い過ぎですね。言い過ぎ、うん、はい、ね、私はね、はい、もし岸田さんがそういうお考えなのであるならば、はい、今回ね、はっきりとね、うん、それを打ち出せば、国民の信を、はい、の参議院選挙で事前に問うということはありだったと思うんですよ。で、何せだって、はい、もう NHK の調査でも、大多数が憲法改正の必要ありというような形になってるわけですから、そういうことはあったと思うんですけど、なぜなさらなかったんでしょうか。まあ、それが岸田理由なんですよね。うん、で僕はそれに賛成してるわけじゃなくて、うん、はい、あとやっぱりウクライナ戦争が同時進行で行われた国政選挙でしたから、はいはい、憲法改正に国民の関心が今までより集まって、しかもその関心の中心は実は9条なんですよね。うん、その通りだったと思います。はい、私はね、これから国際秩序っていうものが再編されていく可能性が、はい、可能性というか、そうせざるを得なくなってくると思うんですよね。うん、はい、で、もう要するに国連安全保障理事会、現状では機能しないということが分かったので、はい、新たな枠組みというものを作らなければならないときに、はい、昨日もちょっと申し上げたけれども、もしその時に、はい、フルスペックの集団的自衛権というものが必要、あるとするならば、これは私は憲法を改正して、はい、それを可能にするというのが筋だろうというふうに、まあ、現状でね、うん、私がそれをやるべきだというようなことは言わないけれども、議論はしなきゃいけないと、だからそういうふうにどうか考えませんか、青山さんは。いや、全くそれは宮崎さんと長年同じ意見であって、うんうん、で特にですね、そのウクライナ戦争で何が壊れたかというと、はい、国連安保理の一角のロシアが、はい、ような、うん、信じがたい蛮行を含む戦争を行っていること、うん、それから頼みとしてたアメリカが、うん、プーチン大統領が一言核を使うかもしれないとおっしゃっただけで、うん、明らかに、腰が後ろに引けた、はい、つまり国連アメリカ2
2つを美化してた日本が、その現実の姿をこう見たわけですから、はい、変わらなきゃいけない、はい、国民は今までの違い乗り越えて、はい、救助の問題を考えどうもありがとうございました。続いて教えてニュースキーワードです。米中首脳会談。アメリカのブリンケン国務長官は10日、バイデン大統領と中国の習近平国家主席が数週間のうちに対話する機会があるとの見通しを示しました。会談形式は不明ですが、電話かテレビ形式で調整中とみられております。滞在先のタイ・バンコクでの会見で語ったというところでありますが、うん、まあ、この米中の、ね、首脳の向き合いというもの、まあ、あのアメリカ側はその制裁関税を少し解除するんじゃないかみたいな話も出てきてますね。これは要するにインフレ対策の一環ですね、はい、あまりにインフレきつくなってきてるんで少しでも減らしたいと。まあ、はい、そういうこうなんていうかな、中国側にとってこうあり嬉しいネタというのもあるわけじゃ、お土産というほどじゃないけどさ、だからまあとはいえ、はい、ロシアみたいなね、そういうこう暴発とかっていうことは許さないという立場は変わらないだろうから、はい、まあ興味深い交渉にはなると思うね、対、うん、対話にはなると思うね。これまあそういう宗派の部分もあるし、そしてまあ中国側もそんなに口を極めてアメリカを批判するというような、ことがここのところはちょっとなくなってきたっていうあたり、やっぱ お互いこう歩み寄る構えがあるんですかね。まあそれは一つには西側が結束して、はい、ウクライナ戦争を対処したという、はい、それを見て中国側もこのままでいいのかというような、うん、こう要するに権威主義的国家のご利用しをやっていいのかっていう、はい、西側も結束するときには結束してしまうっていうことを、痛感したんじゃないですかね。まあ、このウクライナの、ね、ロシアの侵略に対しての中国の向き合い方って、その2月の侵略直前ぐらいはもう中ロ蜜月だと、まあ、特にプーチン氏と習近平氏の首脳会談が北京で行われたあたりというのは、まあ、そんなところからちょっとこれニュアンス変わってきてますね。だから本音の部分が出てきたと。要するに、この番組でも以前言ったけれども、はい、ポール・クルーグマンがニューヨーク・タイムズに書いたように、はい、ノーベル経済賞中国はロシアを救えないという事情があると思いますよ。自分たちの台所事情的にも、そうそうそう、まあ、要するに完全に経済制裁を、はい、西側が一致して経済制裁 をかけられるような立場には立てないって。我々までドル決済もできなくなって、そうそう、海外に何も輸出できなくなってというわけにいかない、そうそう、いかないというですね、そういうというこう条件というものが、諸条件というのが中国を抑制的なこの動きにさせたんだと思うよ。ちゃんと効果が出てる。その意味では、まあね、しかも副次的なところかもしれないけれども、うん、やっぱでもそこら辺もこう見ながら、中国まで権威主義的なというか新冷戦的なところまで追いやってはいけない。追いやってはいけないというよりも、現状では追いやることはできないと。これだけつながりが深いということになる。そう。ともうちょっと例えば日本が経済発展して、はい、中国の力を削いでいけば、それは可能かもしれないけど、はい、まあ今のような経済規模で中国が存在する限りは、はい、とはいえ、ええ、人権抑圧とか中国のさ、はい、人権抑圧とかさ、まあ、国内における、ね、あるいはこう、はい、台湾をさ、はい、この武力統合しようとかっていうようなことを許してはならないから、そういう状況に管理、そういうことしないような状況に管理しておく必要があるわけですよ。そのためには抑止力も見せなきゃなんない部分もあるし、そういうこと、ちゃんとやるぞって、やったらやるからなっていうところを見せておかないといけないというところですね。
これ中国としても、まあ、あの秋に党大会を控えていると言われます習近平氏の3期目というような、うん、まあ、そこへ向けては角突き合わせてばっかりもいらないとかそういう台所事情あるんですかね。まあ、それもあり、あると思いますね。だからこう、ロックダウンでさ、はい、経済的にもすごく減速してきているし、そういう意味では実は中国にとって経済成長って生命線なんですよ。政権維持のためのもうそのためにはやっぱり西側が必要でしょ。必要だろうと。さあこの時間ここだけニューススクープアップですが、今週は7月8日先週の金曜日、安倍晋三元内閣総理大臣が、奈良県の大和西大寺駅で街頭演説中銃撃を受け暗殺された事件を受けまして、安倍元総理とゆかりの深い方々にお話を伺ってまいります。今朝はですね、元内閣官房副長官補で現在は同志社大学特別客員教授の金原信勝さんにお話を伺ってまいります。金原さんはこの内閣官房副長官補のみならず2014年1月から19年までは国家安全保障局次長を務められまして、まあ、この安倍政権の外交安保政策立案のもう中心人物でもあったというところで、うん、はい、そうです。はい、すでに電話がつながっています。金原さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはこのニュースというのを一方聞かれてどのような思いになったでしょうか。いや、なんか突然真っ暗になったみたいな気がしましてね。なんか突然会期に一色みたいな気持ちになりましたよね。安倍さんという方は、まあ、どういう政治家あるいは内閣総理大臣であったと思われますか。長所の人なので、まあ、本当真っ暗な中を午前3時から4時に松明1本で突っ込んでいくような人だったですよね。はあ、松明1本で時代の10年先走ってたと思います。走っておられたと思いますよ。特にこの外交の面でということを考えると、これだけたくさんの海外の要人が悔やむ気持ちを表明し、多くの国で反旗であったりとか、を掲げるとこういうことになってます。外交的な業績という部分も非常に大きかったわけですか。そうですね、菅名官房長官がおられたので、はい、菅さんが内政で、総理の方はもう安全保障とは外交だということで全力だったんですよね。世界中の元首とも親しくならそうという感じで、そっちはもう相当無理してそっちは取られましたからね。国会の会期中であっても金曜日の夕方から土日をかけてってい う海外出張もかなりやってらっしゃいましたね。そうですね、外交の決め手は首脳外交なので、はい、その大事さが本当によく分かっておられたそうだと思います。さまざまな地域構想もありました。 FOIP 自由で開かれたインド太平洋とこういうものも提唱されました。やっぱこういったこう枠組み作りみたいなところの部分っていうのは大きかったですか。いや、それはもう FOIP とかそれからCPTPP とか RCEP とかね、はい、ああいう世界的な大きな枠組みを作った首脳っていうか指導者はメジコは初めてですよね。世界史を作ってやるって気持ちがあったと思いますけどね。世界史を作ってやる、そうそう、だからね、世界史のゲームに、はい、日本がどうやってこう再参入していくかっていうことが一つのテーマだったんだけれども、私はその安倍さんからそのことが実現した。でそれについて様々な下準備をして枠組み作りをな、こう尽力なさったのが金原さんなんだよ。金原さんもやっぱりこの、まあ、ご著書等々でもお書きになってますけれども、こうもう一度世界のヒノキ舞台にきちっと立つんだっていうのはやっぱりここ共通してましたか。いや、そこはもう総理はものすごく力入れておられたと思いますよ。一番初めのアメリカの講演の名前がジャパンイズバックなんですよね。日本は帰ってきたぜっていうので講演されて、あれがもう総理の姿勢を一番示していると思いますけどね。これ第一次政権が、まあ、心なし半ばで終わってしまった、その辺でやり残したことがいっぱいあるぞっていうのはやっぱり総理の中にあったんですか。いや、もう なんていうか、初日なんかはもうなんていうの、嵐の中をですね、はい、全力で飛行機上がっていく感じですよね。お
もう落ちても落ちても飛ぶんだみたいな感じだったですよね。もう今度はもう絶対にやり残すことはないようにするんだっていう感じだったですから、うん、あの迫力はすごかったですよ。まあ、むき身の刀でふらっとこう判定なんか歩いてる雰囲気がありましたね。はちょっと怖かったですよ本当にね。初めの初日の頃とか初めの頃は怖かった。怖かったです、迫力が。まあ、金田さんね、立場としてその政策これからどうするっていうのをこうね、毎日のようにブリーフィングされるお立場だったと思いますけど、やっぱりそこでもこう雰囲気みたいなものがあったわけですか。あ、それありましたよ。今回はもう絶対に後悔しないっていうのが初めからすごくあったので、普通はリスクを取って若葉マーク運転に始めるんですけど、どんな総理大臣でも、はい、いきなりトップという感じだったんですよね。それはね、経済政策でも同じで、まあ要するに経済政策に関しては結構相談を受けたんですよ。で、アベノミクスのをまだ作る以前にね、はい、どういう金融政策をやるのが正しいのかって。だからそれこそね、金原さんがご経験されたのと同じで、はい、本当に安易を松明一つで飛び込んでいくような、そういう覚悟というか、そういう規制というのありましたよ。もう四面楚歌の中を行くしかない。折れたりしなかったんですか、そこで。折れないんですよね。戦うのが政治家でしょっていうのがあって、はい、もう何言われてもっていう感じだったんですよね。本当にその、まあ、ある意味こう向かうところ敵だらけの中でこうやっていく、でそのこうリスクみたいなもの、あるいは覚悟みたいなもの、こうどこでこう生命が絶たれてもおかしくないという状況の中でやってきたっていう、まあ、その辺というのはこう安倍さんご自身はこうもうすでに腹くくってるところはありましたか。リスクを最大限取っておられましたよね。2回目ですからね。僕はちょっともどがして、とにかく前に出るぞって感じだったんですよね。結果はどうであれ、とにかく前に出る。まあ、もちろん必ず勝つようにいろいろ仕組んでいくんですよ。政治家ですからね。はい、まあ、負ける喧嘩はこんな簡単にはしませんけれども、とにかく生きてる間で一歩で前に出るって感じだったんですよね。その目標っていうのは、7年6ヶ月の二次政権でどこまで行ったというふうに金田さんは思いますか。まだ憲法改正とか、はい、大きく防衛費の 増額とかね、大きい賞でいっぱい残ってるから、今度は党の方から岸田総理を支えてやろうと思っておられると思いますけどね、残念ですよね。今金原さんはこう外交安保の部分で、そして宮崎さんは経済でっていう話ありましたが、まさにそれが融合する経済安全保障のところっていうのは、この岸田政権で、基本の法律ができてこれからっていうところだったわけですよね。そうですね。これはなかなかね、大変ですよ。大変、これは大変。75年間触ってなかったところだから。やっぱりこの経済活動に関してはとにかく自由にやると、民間の力でと、安全保障の部分とは切り離してっていうのがこう日本の中では常識としてあるわけですか。そうなんですよ。もともと敗戦国で軍事やるなって言われたのがあって、はい、あと冷戦中には社会党とか左の方からもう軍事絶対増強するなっていうね、ソ連側の立場の権がバンバン入ってきて、はい、なんとなくもうこれでいいじゃないかになっちゃったんですよね。安保やらなくて経済一本でみたいな。おかしいじゃないかって言われたんですよね。金原さんに伺いたいのはね、うん、評論家の宮崎でございます。ご無沙汰しております。はい、ご無沙汰してます。おはようございます。ウクライナ戦争およびそれをめぐる国際情勢の変化っていうものをどういうふうに捉えていらっしゃいましたか。で、私ですか。いや、安倍さんが。最近はお会いしてないから分かりませんけど。そうですか。まあ、中国が大きいからね、それから、はい、中国、安倍総理の間に中国が3倍の大きさになったんですよ。それで、まあ、急激に防衛費をやらないかんって話になってるんですけどね、はい、そうすると問題がある国の後ろの国は必ず取りに行くんですよ、これ、外交の定石ですから、うんうん、だからプーチンともモディとも一生懸命やられて、まあ、モディはね、民主主義国家だし、はい、こっちに近づいてきてるから、一生懸命抱きしめたんですけど。プーチンさん難しいの一生懸命やられてましたからね。あ、でもプーチンさんがああいうことやったらそれはダメですよね。戦略の部分もあるからこそのこのプーチン氏とのやり取りであったりとかっていうのは、ちょっと難しい国でもやっぱり、ね、中ロと両方で喧嘩できないからっていうことですけどね、はい、
だけど、あそこまで明白な侵略をされると、それはちょっと世間が許さないですよね。なるほど。金田さん、またぜひいろいろ教えてください。はい。どうもありがとうございました。はい。はい。失礼します。失礼します。この時間第二次安倍政権で、内閣官房副長官補、現在は同志社大学特別客員教授を務められています金原信勝さんにお話を伺いました。